本日もモンスターハンタークロスの実況をさせていただきます。私、実況者のチャチャチャと申します。よろしくお願いします。 YouTube からご覧の皆さん、どうぞ右下の高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。ニコニコ最高。よし、やるか。配信速度関係ねえ。よし、行くぞ。おしゃちゃんちゃんちゃーん。はい、ニュッキー実行者いらっしゃい。じゃあ、集会所。今日もマルチできないからな。モンハン楽しいよね。そうだ、みんなに相談ないんやけどさ。私さ、プレイステーション4のさ、プレイステーション4あるじゃん。トンキーさんいらっしゃい。よいしょ。プレイステーション4の放送するとニコニコ重いじゃん。ね、お金登録ありがとうございます。今からでも買えばいいじゃん。ティックさん、301個目さんいらっしゃい。よいしょ。よし、今日プレイステーション4での配信、なんかめっちゃカクカクするやんか。せやからなんか、例えばね、別サイトでね、同時配信するとか言ったらね、嬉しいの？あんまりどうでもいいの？どっち？ご飯今日始めた？エリックさん、301個目さん、XX さんいらっしゃい。よいしょ。別にそんなの求めてない？同時配信したら。割とどうでもいい。ニコニコを見てる人、うちでもいい？よいしょ。ベースのチロルさんいらっしゃい。ユウさんいらっしゃい。お、タッツヤさんいらっしゃい。画質よりコメント。いや、同時配信だから、だからみんなあれなんだよ。画質のいい方を、見ながら、ニコニコでコメントしたらいいんじゃない？画質のいい方を見ながら、ニコニコでコメントしたら、いいんじゃない？どっちでも大丈夫か。タカパイさんいらっしゃい。なんかね、すごい迷ってんだよね。どうしようかな、つって。天才やろ。よいしょ。コメント用のニコ生で。あ、ラグ、なんか、多分10秒ぐらいあるかも。画質はそこまで求めてない。グラガグラガチュー来ないかな。いや、どうしようかな。なんかね、すごい画質よく、配信できるところに、あなたにチャンネルあげるから、あなたに、ここのチャンネルやるから、ここで、あ、ニコニコと同時配信でいいっすよって言われたんやけど。ツベ見ながら、ツベはね、1分ぐらいラグがあるんだよ。325コインサイレンス、実は、YouTube1 分ぐらいラグがあるんだよね。ね、そのところも多分10秒ぐらいのラグぐらいはあるんだけど、どうしようかなと思って。329個目サイレンス。そう、画質流、グラガグラガが出てくるからさ。いや、どうしようかな。別に同時配信しても、私の負担は増えないしなと思って。331個目サイレンス。ただ、またなんか1個増えちゃうと、みんな手間かな。ね、配信するのいいけど、なんかいろいろあったらめんどくせえなと思って。333個目さん、335個目さんいらっしゃい。は。まあ、画質だけじゃないんだよね。音質とかもなんだよな。よいしょ。ちゃちゃの今の声もかなり音質を落としてるからね。そうそう、ニコ生しか見ないからどうでもいい人だったら、ばっかりだったらいいんだけど、お前他のサイトにも浮気してんじゃねえぞ！ふざけんな！コメ抜けますみたいな。ちょっと中二病みたいなやつは、あ、別にいらないや。うん。なんでもない。そういうやつ別にコミュニティにいらなかったから、別にそこは考えなくていいや。よし。はい。よいしょ、おばさんの声に聞こえないもん。よいしょ。よいしょ。ニコニコで配信をやめたりはまあしないかな。鹿山さん349個目さんいらっしゃい。そうだよ、これ、こいつからの落ちてるよ。
動画の方がだって個室良くない？まあ、あんまり変わんないつもりではいるんやけど。募金登録おはようございます。おいしょ、自己解決した。もう気抜いたらやるわやんないか。ニコニコさんが言うチャンネルくれたらもうそれで終わりなんやけどな。早くくれないかな。ちょちょの声聞きたい。よいしょ。あ、寝た。よし、この爆弾俺のなんしよう。室温思った。室温、声質ってこと。チャンネルくれ、チャンネルくれ。ガララかわいい。よいしょ、よいしょ、ごとしろ、いらっしゃい。お、びっくりした。よいしょ。よっ。ひゃー、これ嫌い。闇の炎に抱かれて、ヒーロー。よし、おこつい369個メッサーいらっしゃい。かわいいかな、これ。よいしょ。ガララヘビがやってくる。お腹押し越せてやってくる。あいつらは紳士じゃない。ノンケンテオリー。よいしょ、ルキラさんいらっしゃい。よいしょ、375個目さんいらっしゃい。やっぱ鼻筋肉黒くしよう。あ、動画追いついた。ファイヤーさんいらっしゃい。何の動画？女裸縛り3分ハンティング。よいしょ。あ、もう引きずってる。無駄かよ、うん。鬱陶しい。鬱陶しい、ドン。よいしょ。ファンネル、よく知ってるね。自分の知ってる歌詞と違った？気のせいだよ。あっくんさんさん、あ、裸とハンティング見てくれてんだ。Thank you, thank you. なんか動画見ましたって言われたらさ、ニコニコに上げてる動画なのか、YouTube の、この生放送のタイムシフトなのか、それとも、それともあの、ホテルニューアワジなのかで迷うよね。あ、ビルダーズから見てんの？そうなんだ。ビルダーズ早くやりたいな。進撃終わったらビルダーズするね。続き。体調は、ちょっと今まだ熱があるかな。でも平気だよ。あ、全部見てくれてんの？ありがとう。最後の、え、ホテルニューアワジーってやつ。よいしょ。今日夕方片手点で、私ノラ絶対に行かないよ。絶対に。だって、私、Wi-Fi 壊れてるから、一向にも行けないんだもん。390個目さんいらっしゃい。私、今までノラは行ったことないし、今後も一生行くことはありませんし、すれ違い通信もずっと保護者権限でオフにしてます。よいしょ。あー、YouTube の動画ね、30分ごとにしたら伸びるのかなと思ったんだけど、でも30分ごとにさ、あの、切ってさ、切れ張りしてあげてもさ、見る方は移動しなきゃいけないから、めんどくさいかなと思って。保護者権限使ったらほんと間違っても、オンにならないからだよ。ホテルにはじゃああげません。よいしょ。西日本ローカル、そう。淡路島のここら辺。違う、17歳です。406個目さんいらっしゃい。あ、いた。よいしょ。707個目さんいらっしゃい。そう、なんかね、分けたら再生数が伸びるのは分かってるんだけど、やっぱなんか見てくれてる人の利便性を一番重視にしたいからさ、うん、30分ごとに切ったりするのはやめにした。よっよっ。ノラにズブズブなのか。おいしょ。それとも30分ごとに区切った方が見やすかったりするの？ニョロニョロ、おっぺけぺー、いらっしゃい。闇の炎に抱かれて、消えろ！あ、お疲れ様です。おっしゃ。募
登録ありがとうございます。分割ない方が好き。私もね、私も個人的にそうなんだよね。うん、じゃあ今のやり方のままでいく。418個目さんいらっしゃい。あ、私全然片手剣使えねえわその人の方が片手剣うまいよきっと。なんかね、あの私の語りは柔軟にいるらしいよ、野良で私のふりしてる人柔軟にいるらしい。ありがたいね。うん、ラジオ代わりにしてる人が多いから、 YouTube に見てる人だから分割しない方がいいかなと思って。人気者なのかしら、うふふ。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。わしの分身は17式まであるぞっつって。ね、2時間1つとかの方がいいかなって思って、そうしてる。ちゃん、ちゃんちゃん。偽物は昔からいるよ、よく。人気者、え、別に、あの、別に、なんとも思ってない。勝手に語られても、あ、語ってるんだー終わるから。私自身が野良行かないから間違われようがないしね。うん、よいしょ、ほい。特に問題も起きないからいいかなって思って。よいしょ。あ、なんか完全に慣れきってる人もいるし、名前同じにしてる人もいるみたい。よっ、いいじゃん。全然全然。分割してくれた方がちょっとした時間で見やすい。ああ、そういう考え方もあるんだ。確かに何分まで見たとか覚えてるのも大変だもんね。マミアンさんいらっしゃい。よいしょ、完全なりきる。逆にそこまでするのはすごいよね。全然嬉しくないけど。あ、5分前。ハイパーなりきりタイム、ハイパーなりきりタイムでーす。はい、なりきりありがとうございます。ノラ行ってないのよ。はい、なりきりありがとうございます。しょ、将軍見た目行こうか。はい、なりきりありがとうございます。はい、なりきりありがとうございます。なりきりありがとうございます。492個目さんいらっしゃい。はい、なりきりありがとうございます。ほんとこれだ。はい、502個目さんいらっしゃい。なりきりじゃーん。よいしょ。ちん、何の5分前えのね、ニコニコは30分ごとに延長しなきゃいけないんだよ。あ、筋トロかざいます。学生さんは分割した方がいいの？え、難しいなぁ。どうしよう。じゃん。じゃん、じゃん、じゃらら。よし。学生さんを分割した方がいい。よいしょ。はーい。はーい。もうちょっとなんか YouTube のここまで見たとかそういうのが分かりやすかったよね。アンケートか。513個目さんいらっしゃい。おいしょ。難しいなぁ。チュン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 。よし、いかん。四つ目途中からも見れるよ。シュキダーさんいらっしゃい。でも多分あれじゃないの、ダウンロードの通信の問題じゃない。チョウさんいらっしゃい。そう、読み込みの問題、それなのよ。私も読み込みの問題で一旦30分ずつで分けてあげてみたんだけどね。ガブトの腹かしばり行ってきた？刻み苦手？間取って1時間ごととかならまあいいかな。あ、動画大変参考になりました。よかったです。ぶつ切りが好きじゃないんだよね、私。山淳さんいらっしゃい。ぶつ切りがそんなに好きじゃないんだよな。だから、なんか、だからこそ短い動画も上げるみたいな。よいしょ。
女裸縛りとか3分ハンティングも上げるみたいな感じでバランス取るのがいいかなと思って、だから最近動画も頑張ってるよ。よいしょ、よよ、よいしょよいしょ、ささみ、あ、あやさんいらっしゃい。体調、うん、そうね、悪化はしてないよ。一気見したい。短い動画に内容詰まったら頭良さそうって思う？もともと2時間とか生放送してるのに切っちゃうかって、そうなんだよね。ぶつ切りね。そして最近生放送しても長くても2時間とか1時間半とかだし、それはいいかなと思って。えらい、えらい。あ、そう。よいしょ。あ、2匹同時とかありえるの？そうなんだ。ちょっと待って、2匹同時とかありえるの？はい、新しい、はい、よし、うー、怖い怖い。あ、違う違う、私がしたいのそれじゃない。よし、ちょっとちょっと、頭殴りたいのか邪魔しないで、ちょっと頭殴りたいんだから邪魔しないで、ちょっと、いや、ぶつ切り別にそんなに手間ではないけどね。よいしょ、そんなに手間ではないんだけど、よいしょ、よいしょ、ほい、ちょっと、なんでそんな邪魔するの、なんでそんなに邪魔ばっかりするの、ひどい、ハタさんいらっしゃい。ひどくない、これ、これひどいよね。やっと乗った、ひどいよね。あー、やっとだ、やばい。このままだと死んでしまう。よし、2匹同時はひどいな。ほい、よし、ほい。私ずっとさ、ダイソンさんのこと本当にさ、あの、気持ち悪い人だと思ってさ、思ってたの。私ずっとずっとね、ダイソンさんのことずっと気持ち悪い人だと思ってて、この間モンスターハンターフェスタでな、ダイソンさんがな、話しかけてきたんよ。ずっとずっとダイソンさんって発言が気持ち悪いしな、絶対気持ち悪い人だと思って話しかけてきたらな、やっぱりな、気持ち悪い人やった。やっぱ気持ち悪い人だった。わあ！いや、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、攻撃当てづらいよね、ほんとね。ダメだった、いらっしゃい、よっ、よっ、はい、あらー。まあ嘘だけどね、普通のなんか爽やかな少年やった、普通の爽やかな少年やった。残念なことに、なんかね、絵描こっか、あのね、いや、なんか多分どちらかというとイケメンなんだろうけど、陰気臭い感じだから。うん、少年って感じだった。あのね、おじさんじゃないんだよ、なんかね、すごい陰気臭い感じ、あのね、多分顔の作りはいいのに陰気臭い感じだった。
あのね、元気臭い少年やった。なんかね、うん、多分ね、若かった。なんか、こんな感じ。こんな感じ。わかる。わかる、この陰気臭さ。そう、わかる。で、ダイソンさんショック受けてんのねえ。あれはなんかね、ダイソンさんショック受けてんの、イエーイ。なんかヤンデレっぽい感じ。なんかこんな感じだった。多分 26? 言ってたの26とかだと思う。22から3ぐらいの陰気臭そうな人だったよ。よし、いまいち冴えない男。ダイソンさん多分ショック受けてんのかな。割と似ててリアクション困ってる。困ってるダイソンさん、気持ち悪い。困ってるダイソンさん、気持ち悪い。よし、最後。よし、よし、行くぞー、行くぞー。そう、冴えない。多分顔の作りはいい方なんだと思うんだ。あんまりそこら辺よくわからんけど。ひどいのは今で始まったことじゃないでしょ。よいしょ、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 はい。笑ったか。本人いないとこで言ったら陰口になるんでしょ。よいしょ。あれ28なの、マジで見えないね。あれだね、あの、あまり人生において経験を積んでこなかったから若々しいんだね。おいしょ。言いたい放題、言いたい放題、言いたい放題。よし、よし、わー痛い。富士の前だといじめ、あ、え、そうなの。あ、じゃあもう言いません、失礼しました。いじめよくないよね。よっしょ。ミキ君もそうだもんね、そっか。ね、若い子見えるの羨ましいけどね、いいことだもんね。どうあってもプラスに解釈しないつもりだな。うん。だからちゃーちゃん若いやつ。ちゃーちゃん17歳だから、本当に若いやつだから、大人びてるね。うん、昨日コミ入ったばっかりなので。坂田銀次さんいらっしゃい。よいしょ、ほい。そういう生主は一番若々しい。サブリミナル効果で17歳目指したから。よいしょー、よいしょー。このままいくよー。おいしょー、おいしょ、ふい、目指した。よいしょ、銀時さん、よいしょ。お気に入り登録ありがとうございます。お疲れ様です。いや、全然花粉症じゃないよ。じゃん、じゃじゃん、じゃん、はい、お疲れ様です。拍手ありがとうございます。あ、630個目さんいらっしゃい。パチパチパチ。テストしとらない。
あ、あ、じゃまし。え、天使と妖精ってなんか別の管轄なんじゃないの？管轄が違うんじゃないの？ほら、技術部と営業ってどっちが上みたいな、そんなレベルじゃない？そうそうそう、課長と部長どっちが上じゃなくて、それ技術部と広報どっちが上ですかみたいな、そういう質問じゃない？まあ、イメージとしてはあるけど、別にどっちが上とかないよみたいな。多分そんな感じしないかい？うん、わかりやすいだろ。ほっ、じゃん。やっぱ刻みはハンマーですな。ハンマー刻み楽しいね。刻みないかな。刻み倒したい。うん、お気に入り登録ありがとうございます。納得しました。眠れます。よいしょ。タン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 。ギザやってない。刻みないかな。あ、あった、これだ。よし、お、やってんじゃん。たとえ握らず661個目さん 150cm 級さん、やりなさい。カニおとなしめ、おしとやか、ほい。カニ好きやね。あ、カリスマしか発動しなかった。まあいいか。ザリガニいくやで。ちょっと待って、多分火山やから。カニスマ、今日晩ご飯何食べたらいいと思う？ヤドカリ、晩ご飯何食べよう。お気に入り登録ありがとうございます。カニ食べる？カニあるかな。まあ、確かにそこそこちょっと頑張っていったらカニ道楽あるけど高いよ。670個のサイヤンシャイ。みんな何食べたの？シチューか。カニカマ。麻婆の残り、麻婆豆腐。ま、冷蔵庫にあるのが、ナスと、キノコ。ナスと、味噌と、殺人鬼さんやらっしゃい。寿司食べてー。あと、キノコ、しめじと、えのきと、あ、なんだっけ。ほい！当たんねえ、マジでか。当たんない、マジか。やばい、やばい。寿司食べたいね。ナスとキノコ。いや、あのね、ナスの、ひつまぶち食べたいね。ルネークさん、ごめんなさい、よいしょ。よいしょ、ナスのね、味噌、甘味噌炒めっていうのがうまいんだ。ちょっと待って、死ぬ死ぬ。このままだと死ぬ。ちょっと待って、それひどくない？それひどくないかい？ねえ、それひどくないかい？それ。これひどくない？うん、しゃがんで歩いても回復するんだけど。しゃがんで歩いてんだけど。やっと回復した。マラナさん713個目さん、いらっしゃい。ひどかったわ。やってきた。ほいっす。頭殴るぞー。ほい。ちょっと邪魔です。君邪魔です。ザコさん、邪魔です。いやー、もう。ほい。ちょっと。にょっと。見えない、見えない。
おいしょ、時間かかった。ほい、スピニング、あはー外した、痛い、どこどこ、刻みね、ハマるとね強いんだけど、面白い？よっしゃ、どこ行ったかわかんないけど、多分こっちやろな。よっしゃ、いたいた、やりま、おこちです、いらっしゃい、ほいっし、めっちゃ来た、めっちゃ来た、多分そろそろしたんだと思うから無理やり取ってこっかと思ったら、お、ギリギリ取れた、危な、おし、届くかしら、おし、ジャザミかわいいよね、スピニング、メテオ、まだか、怒っただけか、やばい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 、あ、上に登っただけだった、おいしょ、当たんないか、欲張りすぎだな、じゃねんばさんいらっしゃい、うち参考にできるほどエリアルハンマー極めてないで、あ、痛いです痛いです、自分痛いです、よいしょ、筋トロかじゃない、解放切りで、そうまたこれか、またお前か、どうしても走らざるを得ない状態になるからな、こいつ今の爆弾、いや適当に置いただけやね、やっと移動や、よし、いや移動早いか今回は、23時寝たい、寝なさいよ、ご飯かな、疲れてる、ご飯だ、よくソロで枯れる、よいしょ、やってみ、なかなか大変やからよいしょ、よいしょ、おっしゃー、やっと取れたスタン、長かった、22時寝たいまあ布団入らないと、こら、なんでそんなことするがいねん、魅了されてしまったか、捕まえちゃおう、明日夜勤なの、起きとかないとね、おし、おし、
てんのか疲れてんのかはっきりしろ。うそ。はい、おいで。ちょっとびっくりな話してもいい？ちょっとびっくりな話してもいい？ねえこいつ。いい？あのさ、ちょっとシーマンしたいよね。こんばんは、いらっしゃい。私シーマンしたことないから、シーマンしたいよね。なんかしたことないからやりたいよね。シーマン実況向きのゲームなの。763個目さんいらっしゃい。ちょっとシーマンしたいな私。あれ何でできるの、あれ何のゲーム、どのゲームだ。ハクちゃんだます。ドリキャス、ドリキャスか買える、売ってるかな。ドリキャス、ドリームキャスト、レトロゲームフリークスできないかな。プレイステーション2でもできんの、プレイステーション2でも。あ、最大金庫だ。マッキー、マッキー、クッキー。え、シーマンにバカって言った、お前がバカだろって言われたの。シーマンっていうのはね、お魚さんのね、お魚さんのゲームなんだけど、シーって海じゃん。で、海の男ってことでシーマンなんだけど、お魚さんの顔がね、むっさい男のおっさんの顔でね、話しかけて成長させるってゲームなの。よいしょ、人間魚、そう。でも私やったことないから、それ以上は知らない。やったことないか、それ以上は知らない。金登録ございます。そういうかは専務。星型、三四郎。星型、三四郎。専用マイクが。夏へ、99個目さえいらっしゃい。音声認識できるハード。あれじゃない、ニコニコ生放送とかじゃない？音声認識できんじゃん。私は今なんかいろいろ喋ったら勝手にコメントついてくるじゃん。すごいゲームだよね、ニコニコの放送って。にゃ。説明ありがとうございます。いえいえ。素晴らしいよね。死に戻った時きついの？俺たちは AI だった。よいしょ。よいしょ。AI すげえなぁ。俺たちは CPU だったか。ちゅちゅん、ちゃ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 ん。よいしょ。ちゅちゅん、ちゅちゅん。あの当時の技術レベルにしてしっかり会話が成り立つ。あ、マジそうなんだ。序盤の村人。おっさんだし、シーマン使う。で、みんなこれからシーマンな。お前らも全員シーマンだ。うまく、そうだね。コメント来るまで結構。いや、うちはね、うちは最初から、そこそこ人来てたんですよ。うちはね。もともと私が、モンハンオフ会勢だったから、モンハンオフ系の人が、結構来てたから、よいしょ。ツッツン、ツッツン。おい。あ、シーマンさん、小手配ありがとうございます。ツッツルー。よいしょ。あ、彼氏40人ぐらいいるよ。815個目さんいらっしゃい。お金登録ございます。ようこそ〇〇の村への人。そういえば、ようこそ何々の村へで思い出したけど、ようこそ何々の村へで思い出したけど、あれだな、あれしたいな、牧場物語もしたいな。おいっすー。818個目さんいらっしゃい。なんだ、俺だらけじゃねえか。なんなん。ご飯何食べようかな。まだそんなにお腹空いてないんだよね。ワンワン。この犬が。僕もは64が一番好きなんだよね。64。牧場物語64。やったことある？あれかな、若い子らはやってないかな。私みたいな17歳ぐらいの。
ワコードたちはまあやってないかもしれないけど、新作出るんだ。うん、64は傑作多いね。私みたいな10の歳ぐらいのワコードは64やってないと思うけど。よいしょ。私みたいな17歳のワコード。ね、髪毛多いよね。17歳のワコード。やったことあるの ?64 は、私マリオ、やってないんだよね。早く誰か突っ込めよ。マリオやってないんだ。マリオ64も、水かけるやつ、サンシャインもやってないんだよね。64が思考。GAU 扱い。私持ってたんだけど、持ってたんだけど、そう、マリオやってないんだよね。マリオもやりたい。金登録ありがとうございます。うん。ゼロだね。あ、サンシャインは Wii なんだ。マジか。マジかー。よっ。はーい。Wii だったのかー。あ、キューブか。そう、私キューブを持ってたんだよ。キューブを持ってたのになぜかやってないんだよね。サンシャイン。スマブラとさ、牧場物語ぐらいしかやってないんだよ。機種持ってたのに。マジでもったいないことしたな、当時の私。よいしょ、チッチさんいらっしゃい。ピクミンもやりてえ、ピクミンもやってない。私そこら辺の年代のゲームほとんどやってないんだ。そこら辺の年代の時はね、持ってるゲームをずっとやってた感じだったから。あ、動物の森もやったよ。動物番長は知らないけど。ハイパーゲームキューブタイム。ハイパーゲームキューブタイムです。ルイジマンションか。それもやってないんだよな。ハイパーゲームキューブタイムです。スターフォックス、シエルさんいらっしゃい。はい、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブ。ありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。マリオテニスやってた？あ、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。はい、ゲームキューブありがとうございます。あ、元気者さんいらっしゃい。おいしょ。じゃん。かたまりの嵐。ねえ、あれね。いや、あれもやってねえ。あれめっちゃ面白いらしいけど。全然やってねえなぁ。あとやってないゲーム多いんだよね。よいしょ。密にやってるやつもあれば全然やってないの。あれ、私さっきのやつどこ行った？ブラキデウスやりたいんやけど。どこや、ブラキデウス。ブラキデウスがやりたいんやが。どこや？モリサ弟子の後始末。ルービックキューブ違うな。899個目さんいらっしゃい。ゼルダもほとんどやってない。なんかおかなんかなんかなんだっけ、トワイライトプリンセスかな。おかなんか馬湖のところに馬がいてでやつだけちょっとやったかな。あと、なんか剣、最初の剣抜けなかった。最初のなんか、多分あれゲームボーイだと思うんだけど、なんか、木があって、で、動物がかけてきて、そこの先の剣を抜こうと思ったら、抜けないで、詰まって投げたやつしかやってないや。初見さんいらっしゃい。ああ、言ったニュースか。夢見る島かな？わかんないや。907個目さんいらっしゃい。なんか、最後までクリアしてないと思う、ゼルダは。うんこさんいらっしゃい。あ、ちょっと待って、お水取ってきてもいい？サクッと帰ってくる。ごめんね。喉乾いてしまった。これ終わったら、上位のブラキディオス行くから、ちょっと待ってね。
いんだろうな。お気に入り登録ありがとうございます。とんでもねえ待ってたんだはい、とんでもねえ待ってたんだ、とんでもねえ待ってたんだ、とんでもねえ待ってたんだ、いとんでもねえ待ってたんだ、でもね待ってたんだ。943個目さんいらっしゃい。とんでもね待ってたんだ。いくよ。あれ猫飯食べたっけ。食べたよね。いくぞー。はい、こんばんは、しょいらっしゃい。食べてる食べてる。キーどこだっけ、ここ何、こっちだ、水のところだから、こっから落ちたらいいのか、違う、こっから落ちたら違うとこだ、え、いいのか、こっから落ちるんだっけ、いや忘れた、こっから落ちるんだっけ、おいしょ、ユニさん、アッサーいらっしゃい、いたいた、よかった、ちょっと寝かすか、うん、わかりにくい、おいしょ、よっ、はい、なに、なんかシーマンのままでいいよ、この爆弾俺のなんすよ、おし、おし、シーマンミックンだったよ、あ、しまった、失敗したやん、シーマンのせいで失敗した、あ、じゃあそうしよっかな、そうやって自分を隠して生きていくんだ、みっくんは。そっかそっか。おいしょ。そうだよね、恥ずかしい人生だもんね。おいさん。触覚生えてたか、そっか。よいしょ。みんなでバレバレよし、よいしょ、ミキシーマン語呂悪いよいしょ、まだか、だから700円なのか、仲間さんいらっしゃい、寝たー、この爆弾俺のなんすよ、よいしょ、かわいい、いらっしゃい、みっくんマスコット来いや、また早かった、ほい、よいしょ、よっしゃ、生鮮店で売ってる700円の紙面魚よいしょ、ちょっと
っとお高くない？それクッピーとかの方が安いじゃん。お金登録ありがとうございます。ほい、よいしょ。希少種だから、よいしょ。られとるやんけ。7円。よいしょ、わこついらっしゃい。ほい、2体700円。2体もいな、いらなくない？1体も別に必要ないけど、2体も必要かいな。よし、ほい、なんで31歳になるの私。筋トレ頑張ります。よし、こいつは一発 NG だな。よいしょ、いや、まだ無理さ、年度変わるまで無理。忙しいのね、意外と。にょ、先輩だー。あ、しまった、眠り投げナイフ1本しかできないか。1本でどうにもなんないなこれ。おいしょ、まだシーマン、おいしょ。携帯しびらな、せっかく置いてあるから使いたいよね。こっちかな、いたいた、どうもー、ペロペロン。
っと罠見えとると思ったら見えてなかったと思ったら全然見えてなかった。よしよいしょー、にょあ、やっと引きずった。長かったね。今の動きかわいい。やっと引きずったわ。さすが上位周回時上位。ハンター来てまして、お兄さん。兄さん、完全にハンター来てまして。寝てていいんですか？ほい。はい、お疲れ様でーす。おいしょー。じゃじゃんじゃん。あ、握手ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。じゃんじゃんじゃん。あ、握手ありがとうございます。明日ホワイトで？握手ありがとうございます。パン。パララン。チャララン。早いかなぁ。せやはこめさんいらっしゃい。褒めてもらえるのは嬉しいから。早いって言われたら、ふふんってなるけどね。君と握手。ちゃっちゃっちゃん。ちょこちょこ職場の人とか。職場の人にもあげたけど。よし。他にはあげてないかな。おいしょ。パッパラパーン。偉いでしょ。初見さんいらっしゃい。まくらちゃんに新しいカバーをあげるの？返しくれるかな？意外とお返ししない人多いしね。うん。職場の人にあげる社会人の鏡。インターネットで安く買って大量に。普通に配って。よっ。すいません。今までニートだと思ってました。働いてました。よく言われます、でも。俺にくれたんじゃないかな。じゃあお返しちょうだい。あげた覚えはないけど。私が私だと言うならお菓子ちょうだい。よいしょ。よいしょ。アマゾンギフト券でいいよ。それでゲーム買うから。アマゾンギフト券でいいよ。それでゲーム買うから。じんじん。当然だよなぁ。よし。ちゃちゃん、実は俺たちより稼いでるとかそんなに言って。1033ごめんさんいらっしゃい。メールのチョコどうやって添付すんの？即達で間に合うか。ダーン。一匹外れだ。あ、オッケー、2個だけ競争役ゲット。いくら分？でもそんなになんか、ホワイトデーのお返しで、あんまり高いもの買ってもらうのもあれだし、7兆6000万ぐらいでいいよ。うん。7億じゃないよ。7兆ね。1回目に7兆6000万円分ぐらいでいいよ。よいしょ。じゃららら、年収240万じゃん。それで暮らしていけるの？いけるか？よいしょ。いけんのかな？どうなんだろう。国家屋さん。あれ？止まった？止まった？年収240万ってさ、どうやって暮らしていくの？ 1 ヶ月20万でしょ？まず私、家賃が13万でしょ？残り7万でしょ？1050、
1個目それでしたよ。で、そっから額面じゃないよね、手取り240万でしょ。だよね、違うね、額面240万だって、そっから税金とか全部引かれるんでしょ、保険とか。よいしょ。あ、実家暮らしか。実家暮らしいいなぁ、東京に実家があるとか勝ち組じゃん。もう20万東京は辛いよ、多分実家暮らしじゃなかったら。私だって実家京都だからね、手取りならやばいなぁ、20万無理でしょ。どうやって暮らすんだろう、マジで。ボーナス込みだと月当たりもっと低い。あ、そっか。だって別にあれだよ、例えばこれが千葉とか埼玉に行ったら多分何度かなると思う。多分わかんない、家賃安いでしょ、千葉とか埼玉だったら。その家賃5万とかあるでしょ。あ、私京都だよ。地方ならうん余裕だと思うけど、東京に暮らすのはちょっと無理だと思うよ。ちんちん、東京海外。学面24、240万無理なんだ。え、でもさ、いけるこない、多分。京都っぽくない。うん、喋り方は直しちゃったから、京都っぽくないよ。じゃんじゃん。学面240万。え、でも宮崎とかやったら行きそう。宮崎の人バカにしてるんじゃなくて、私一時期宮崎にいたことがあったから、宮崎なら行けそう。うん。よっ。実家宮崎の端っことかだったらマジ家賃さ、2万とか3万の世界だから、税金も安いし。東京だと 1LDK 築10年の家賃10万出す、で出すのは至難の技だった。 1LDK 10万って安くない？無理でしょ東京 1LDK、 あ、ちょっと外れたらいけんのかな。東京23区外とかだったら 1LDK 築10年だともっとするくない？私今 1K 13万だよ。ほんと、私東京23区外だったら、ま、あの、あれだもん、あの、戸建てが13万で借りれて、今 1K で13万だよ。やばくない？天下区で家賃払ってんの。西東京、そう、西東京とかも安いよね。あと、なんだろう、千葉方面のギリギリの再開目とか、あと神奈川方面のギリギリの境目とか。本気13万マジここだって割と、まあでもなんだろう、ちょっと高めかな。ここは急遽入って数ヶ月しかいない契約だから。江戸川区ってどうなの、わかんないや。1088個目さんいらっしゃい。あ、浦安とか、浦安はうーん、あれじゃない、あの荻窪とかじゃない、荻窪とかしそうじゃない、静かだし。あとなんだろう、立川とかレオポリスではないよ。うん、西の方は安いんだよ。ツン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 。あ、スラム街怖いな、行きたくない。あ、荻窪は高いんだ。いいとこだもんね。でもね、なんか閑静な住宅街って感じで、一時期荻窪住もうかなと思ったけどやめたんだよね。その時に調べた時割と安いなと思って見てた。いや、パパにマンション。よいしょ。多分もう70歳だよ、うちのパパ。じゃーん。いや、さすがにこの闘技を連続で上位をしんどいな。23区離れれば。そうなの、私も前23区外に住んでたけど安かったし。ムーさんいらっしゃい。やめてっか。あ、横浜も意外とそこそこ安いんやね。あ、もちろんあの地区何年かによるけど、
地下の上昇率ならトップクラス。え、わこ1106個目さんいらっしゃい。ほう。よいしょ。ツンツン、ツン。品川区の競馬場近くが一番安い。あー、そうなんだ。あ、まあ、競馬場の近くはね。でも、競馬場を持ってるところはさ、住民税安いよね。府中とかもそうじゃない？私、府中前住んでたけど。あー、匂いもするかな。府中全然すげえ安かったよ。4年ぐらい住んでたかな、府中は。嘘。東京は私、車、免許すら持ってないや。私、自家製のニートじゃないの。精密機械を取り扱ってる会社で働いてるよ。いや。砂川区の近くは確かに安いんだけどね、交通の便がちょっと大変。そうなんだ。中野いいっていうね。中野はね、ちょっとね、視野に入れたんだけど、ちょっと、まあ、って感じ。今はね、職場から徒歩5分ぐらいのとこに住んでる。よいしょ。だからめっちゃ家賃高い。よ、りょうやさんいらっしゃい。よいしょ。荒川区も安いんだ。荒川アンダーザブリッジなのに。そうだよね。地方の人免許ないとね、就職できないからね。仕事配信業。いいな、それ。もし私配信業になったらすっごいさ、なんか家賃安いとこに引っ越すわ。なんか宮崎とかそういうとこに、だったら多分あれでしょ、1000万あったらマンションとか買えるでしょ、多分。マンションか、戸建てかなんか、中古で買えるでしょ ?1000 万あれば。それで一括で買っちゃってさ、それでそこで配信業でやるわ。よいしょ。ご飯楽しい。東京で250のバイクは所有できる。バイクもね、止めるところが難しいと思うんだよな。出かけた後に止めるところが難しい。ね、中古ならいけるよね。ね、場所関係ないから安いとこに引っ越すわ。配信業するなら。いやー、てかモンスターいね。モンスターどこだ？こっちかな。ほい。ネット商売してる企業、高知に本社がある。そうなのか。よいしょ。よ、原付きなら。チンチンチレン、チン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 。チンチン。東京は電車とタクシーで十分。ほんとそれ。あと自転車。ちょ、自転車ジャイアントの、ロードバイク乗ってる。保険登録おはようございます。最近全然、あれしないけど。乗れてへんけど。もうちょっと暖かくなったら、また乗り回すんや。ネット企業誘致しようとしたの？よいしょ。ロードバイク楽しいよね。配信業でも最高齢結構いるんじゃないの？わかんないけど。配信業は食べていけるのが多分一握りだと思うよ。盗まれる高級バイクになる余裕。あ、そう。なんか止める場所ないって聞くけどな。どうなんだろう、わかんないや。よいしょ。じゃあ、車ないと生活できない。なんか、地方の駅前とかに買えばいいんじゃない？ダメなのかな？ダメかな？結構いい運動になる。そう、なるなる。しかも足も細くなるし。あ、チャンネル持ってる人たちも、でも一部だろうね。チャンネルも、なんか、例えばさ、チャンネルで、みんなどんくらいだと思ってる？チャンネル登録、一人500円。だいたいみんな今、チャンネル一人500円でしょ？一人500円の人が100人入ったら、チャンネル持ってる人に、いくらぐらい入ると思ってる？有料会員500円のチャンネルに100人。人が登録したら。100人登録したら、あれだよね。5万円だよね。1万円。いや。そう、そう、25%、3割ぐらい。いや、運営にじゃない。結局自分の手元に残るのは税金とか全部引いて3割ぐらい。
1万5000円とかだよ。だいたい200円いってそっから税金取れるから1157。ごめんさんいらっしゃい。よいしょ。いや。そんなもんなんだよね。今来た1160個目さんいらっしゃい。だから食べていけないと思うんだよね。でも100人、毎月1万5千円じゃ食べていけないんでしょ？ 1000 人入っても15万だよ。ね、そう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 。だから、お小遣いにはなるよ、当然。持ってかれるの。ね、毎月と考えると大きいんだよね。でも食べてはいけないよね、っていうとこ。だからお小遣いとしては、もう上々出来できてから、もう全然いいんだけど、ただ、仕事としてやっていくのはなかなか難しい。ネタコンテンツ持って2000人入れた月収やと30万だよ。安定しないの。大変じゃない？よいしょ。いないね、誰も。ハイパー、いないいないタイム。ハイパー、いないいないタイムです。あ！これあれじゃん。ボス倒すやつじゃないじゃん。受けるやつ間違えた。ね、副業でちょいちょい稼ぐのが賢いから。はい、いないいない、ありがとうございます。よいしょ。いないいない。だからなんか、仕事辞めて配信業ってなると、ほんと選ばれた数名しか多分できないと思うんだよな。中さんいらっしゃい。そうね、仕事になってきついこともあるしね、精神的に。私も別に趣味でやってるからさ。1206個目さんいらっしゃい。まあ、公認実況もしてるけど、仕事として受ける、ゲームも選んでるからね。私ね、これでもね、これ、ちょっと話するけどね、あんまりこういう話普段しないけど、私ね、めっちゃ仕事の依頼来るんだよ。マナナンさんですよ。私言うても、ニコニコ女性実況者の、ニコニコのゲーム実況者の3本の指に入ってるから、一応ね、これでも、コミュニティの大きさ的に、なんかめちゃめちゃ来るの。めちゃめちゃ来るの。でもね、ほとんど、ほとんどっていうか、まあ、9割断ってんだよ。よいしょ。よいしょ。すごいな。そう。まあ、米源でやってるからっていうのもあるよ。米源でやってるからっていうのもあるんだけど、いつの間にか大きくなってて、それでもう、アホみたいに仕事の依頼来るんだけど、ほとんど欠点だよね。で、面白そうなゲームは、一回自分でやってみて、で、面白いなと思ったら受ける。寒い日入らないよ。1218個目さんいらっしゃい。いや。だってさ、だって、お金もらってさ、お金もらってもつまんないゲームやりたくないじゃん。よいしょ。イベントごとそうだね。あまり好きじゃないやつ全部断ってる。いや。ビルダーズ、うん、ね、今ね、ちょっと休憩してんだ、ビルダーズ。なんでかっていうと、ゲーム、多すぎるから。進撃終わったらビルダーズやるよ。1223個目さんいらっしゃい。そう、だから、ね、仕事にしたくないんだよ、配信を。私はこれはあくまで趣味だから。ただ、仕事として来たゲームの中で面白そうなのは受けてる。で、ピグブレイブ面白いでしょ？ピグ面白くない？私めっちゃ楽しんでるけど、まあ、みんなも合う合わないあるだろうけど。ピグブレイブは面白いでしょ。初めて人わかると思うけど。あれは面白い。だから受けた。面白くないのでやってない。よいしょ。よいしょ。ね、あれ面白いでしょ。あれはね、ブラウザゲームであんなに面白いのがなんで埋もれてるのかよくわからない。ピグブレイブ始めた。あれ面白いよね。配信してない時ずっと立ち上げてやってる、ピコピコ。そう、楽しんでやってんのにね、お金もらったからといってストレス溜めてたら嫌いになっちゃうからね。ギクシャクしそうだし。多分私楽しくないことをしてても楽しくないってみんなにバレちゃうじゃん。ね。楽しくないことしてたらみんなにすぐバレるでしょ。みんなすぐ気づくでしょ。あ、これ楽しんでないな、つって。お前ら頭いいから。以上。いや。
な、私がやってるゲーム面白いよ。よいしょ。1242コインさんいらっしゃい。そうそう、楽しそうにつか楽しいから楽しんでやってるだけなんやけどな。モンハン楽しい。モンハン楽しい。よいしょ。いや。チュン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 。まあ、秋賞ではあるよ、でも。ただし、秋賞ではある。モンハンの依頼は俺もやってるよ。1247コメさん、振られて元気さん。1249コメさんいらっしゃい。俺もやってるよ。電撃オンラインの。よいしょ。よっ。ほい。よっ。よいしょ。日常生活レベル配信しないと楽しくない。そうなんだよな。ほい。理系ですか？内緒でーす。よいしょ。ほい。楽しくやるのが一番広告なんていう気がする。間違いない。よいしょ。カプコンさんに。よいしょ。タイムアタック始めた。お、いいじゃん。何やってんの？シャガル？シャガルどうしてもイブル倒せなくてやめた。マジで？3分ハンティングのイビル対策の動画あるよ。解説実況あるで。ほい。下の上でタコと戦うの楽しいな。あいけ。ほい。ちょっと今日は裏側を喋ってしまったな。ちょっと今日は配信の裏側を喋ってしまったな。よっ。よっ。ね、この子ちょっとちっちゃいかも。チャイちゃん、いやでもチャイちゃんね、あれだよ、意外とパソコンはそこそこいけるけど、よいしょ、家電とかダメだよ。よっ、オッケー。おい、闇の炎に抱かれて消えろ。Bさんいらっしゃい。パソコン、そうだね。自作、とマウスコンピューターのやつで、あとちょっと変えただけ。マウスコンピューターさんのやつちょっと変えた感じ。移動した。どこ行ったんだろうな。タケさんいらっしゃい。ちょっと恥ずかしくなる。別に恥ずかしくないし。ほい。スタランポス。スタランポスって何？よいしょ。てっちゃん。こっちかな？あ、違う。どこ行ったと思う？ 7 番かな？よいしょ。よし。よっ、よっ。もう9番行っちゃったかな？もしかして。おいしょ。ほんと面白いよ。ほい。ほい。ほい。よいしょ。よいしょ。よっ。よっしゃ。なのに周りとサイズ変わんない。これ最初に変えたりするんかな。よいしょ。脳内再生する？危ない。いけ。ちょっと邪魔するでないよ。おっしゃ、捕まえるか。 OK。
筋トロございます。え、来てる、捕まえてしまおう。ちょっとちょっと邪魔しないでくんない、捕まえたいんだから。ほい、おいしょーい、おいしょーい。はい、お疲れ様です。田舎のヤンキッシュ、パンパッパン、アクションになります。よいしょ、よし、アクションになります。よし、はい、1303個目さんいらっしゃい。ツン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 、バン、ふぅ、ふぅ、他の武器の練習ね、あのね、とりあえず金管とか全部埋めてからかな。毎回ね、毎シリーズなんか武器使えるようになろうと思うんだけど、結局その次が出ちゃうんだよね、そこで次が出ちゃうんだよね。お筋トロ飾ります、神おばをください。悲しいな。あの、何をやっても弓が早いんだよな。やっぱ弓慣れてるっていうのもあるんだけどね、慣れると弓が一番早いから。ちゃちゃちゃさんですか、そうですよ。1307個目さんいらっしゃい。あ、これ捕獲クエだ、よいしょ。ツンツンルルル、よいしょ。捕獲捕獲、あんまり落ちてなかった。捕獲捕獲捕獲、見せ、ツンツンツン、そう、一方的に攻撃できるからね。ガンスは今回ちょっともったいないとこ結構あるよね。もうちょっとね、恵まれててもいいのにね、惜しいよね、いろいろね。ツンツンツン、魚魚魚魚を食べると、よいしょ、ツン。ガンス集団で、難しいとこだね。1316個目さんいらっしゃい。今回ラスがまたちょっと強くなっちゃったからね。うん、ちょっとだけあれだね、加減薄くなっちゃったね。あのトランジーとかは結構輝いてたのにね、ガンスね。よっ、よいしょ。はい、こうしろー、3個って判断です。ムチ欲しい。ね、私もそれ、ずっと思ってた。ガンス好きなの、スキル組みづらい。パーティー向いてないで辛い。でもね、みんながやってないこととか、苦行のことをね、やり遂げるのもかっこいいと思うで。メリケンサンク。超近距離武器ってこと？飽きそうけん、まあ、自然っぽいよね。よいしょ、拳やもんな。大砲もろこし強かった。しかも面白かった。よし。やるか。捕獲な。ほい。いたいた。ちょっと小さい、もしかして小さくね、小さいよね、これ完全に小さいやつじゃない。ねえ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 、気のせいかな。
ことない？なんかめっちゃ小さくない？最初金貨ちゃうん。めっちゃ小さいね。時給700円。まだ幼女チドチュー歓喜。ちっちゃいね、完全にイレクエのちっちゃいやつって言われても、ああ確かにみたいな感じになるよね。あれ、小手半が時給700円になってるな。この爆弾俺のなんすよ。これや。方向届かないし。ほい。あ、いた。ちょ、それあかん。あ、危ない。危ない。危ない。まあいいでしょう。ほい。あれ？今の閃光玉効かないのか。新しいな。痛い。東京のカラスの方が大きい。それはないわ。そんなに大きなのないわ。東京のカラス。熱い風評被害だわ、それ。おいし。よいしょ。よいしょ。東京のカラス怖いなぁ。実際ちょっと戦いづらいあるね。トリニティレイモン、おいしょ。痛い。ちょ、虫ほんとさ、虫ちょっとさ、あの攻撃力高すぎるよ虫。よいしょ。お金登録ありがとうございます。よいしょ。よし、あと寝た。無視できないダメージ。え、なんか教えました？え、ん？なんか今日寒い気がするんやけど、気のせいかな。なんか急に冷えのが、今のコメントでちょっと急に寒くなったな。ちょっと待って、やめてよ。よっしゃ、何つかお湯を加えた。よかった。よいしょ。前で閉める。さすがに吹っ切るわー。ね、急に寒くなってきたよね。ほい！ほい！オッケー！よいしょ！よいしょ！開いて！うん、捕獲。まだ大丈夫だよ。全然平気だよ。よいしょ。トリニティーレイベン。でもどんだけ虫出てくんだよこれ。南の彼氏さんやさ、虫どんだけ出てくんのこれ。よいしょ。もういい。2回目はいい。9番かー。9番戦いにくいんだよな。よいしょ。ペッコちゃんみたい？ねえ、雑魚の AI すごい、すごい高いね、雑魚 AI。はい、こんばんは。1368個目さんいらっしゃい。まっすぐ突っ込んでくるから。よいしょ。あ、言うたニュースだ。しかも長いから読めない。よいしょ。キースー太郎かな。こっち来い。自然は厳しいってことか。来たこっち来ないと正直厳しい。あ、また外してしまったぜ。怖い。
場所やりづらーい。まだ大丈夫だよね。まだ大丈夫なはず。あ、終わり。危な。寝るのは5番かな。それ以上はいけない。しかし弱いね。おいしょおいしょ。ヒデのくせに足が速いぜ。小金ちゃんと寝てから行くか。寝たかな。まだかな。早かったかな。早いな。よいしょ。ほい。行って。間に合うか。出ようかな。あ、お疲れ様です。よっしゃ。はー、初めてのズレイヤーだった。お疲れ様です。ちちちゃんちんちんちん。拍手飲もうし。ちょっと止めとったね。ただいま。くしゃありがとうございまーす。ありがとうございまーす。チチン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 。よいしょ。よし。さあ、最初金来るか。ほら来た。イエイイエーイ。終わった終わった。プレイヤーだったもんね。ありがとうございます。ありありー、アップルパイさんいらっしゃい。ご視聴ありがとう。よかったよかった。ありー、最初いいでしょ。ふいー。ツン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 。じゃんじゃーん、来た。よし。じゃあ今日はこの辺にしようかな。出てる。よいしょ、幼児捕獲。これね、新しい女裸縛り出てます。まだ見てないよって人はぜひぜひ見てくださいね。新しいやつ出てまーす。今回ちょっと画質荒めですが、内容は今回はなんとあの胸吹き、胸吹きチャージアックスを使ってますんでね。皆さん今回はあのパート3に引き続き胸吹きであるチャージアックスを使ってますからね。ぜひぜひあの私のチャージアックスの立ち回りを見てきてください。ご視聴マイリスよろしくお願いします。ご視聴マイリスコメントよろしくお願いします。見たよって人はもう170回ぐらい見てね。よろしくね。ということで今日も来ていただいた常連さん、初見さん、また明日もお待ちしておりますね。でも明日やるわ。多分明日やると思う。うん、明日できると思うな。明日、うん、多分ね。できると思う。明日は一応放送、生放送定休日なんだけど、明日多分やることになると思います。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。はい、 YouTube からご覧の皆さん、どうぞ高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。おやすみなさーい。